入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。お願いします。さあ本日は偏差値75円の英語勉強法ということをテーマに話していきたいと思います。はい、まあ英語で偏差値70を超えていくために、まあどんな参考書を使うのがおすすめかとか、はい、勉強法とか考え方みたいなところをね、いろいろ話していくんですけど、まず大前提として偏差値70を超えていく、まあつまり総計レベルの英語の能力を身につけていこうというふうに考えた時にですね、まあ痴漢感同率やったら70いかへんけど、そうですね、総計で70いくよねみたいな、そこの差よね。そうですね、やっぱそこまで行こうと思った時にどんな風なね参考書を使うべきなのかみたいな話なんですけど、まあうち参考書ルートをまあ出してますから、使う参考書自体は別にそれ使ってくれたらいいんですよ。まあもちろんその参考書を使ったから絶対に70いくわけではない、だからどんなことを意識しながらとか、この偏差値70を超えていくことが英語をどんな風にできるようになっていくのかっていう風なところをね、きっちり分かった上でやってほしいなっていう風に思うんですけど、参考書とりあえず買って前に進めるとかじゃなくて、だからまあそういう風なところでまず勉強法みたいなところをがっつりね話していきたいと思います。で、単語やらなあきまへんとか英文法やらなあきまへんとか、まあそんなんはもういいですわ。で、僕が思うやっぱり偏差値70を超えていく子たちが英語において最もできるな、やっぱこの子たちはこれができるなっていう風に思うのが論理的読解力なんですよ。そうやな、そこの差やな。そうなんですよ、そこの差なんですよ。60でもまあまあ論理的に読まないけど、はい、70はもうな、そこも桁違いなんで、桁違いに論理的に読まないかもね。みんなね、ほんまよく英語長文読んでてあると思うんですけど、なんとなく文章の言ってること分かるけど、細かくは分かってない、だから点が安定しない、まあ、この状態って僕結構誰しもが通ると言っても過言じゃないぐらいの状態だと思うんですよ。で、その時にも多く問題点として挙げられるし、多くの子が勉強せなあかんことすら分かってないっていうのが論理的読解力で、まあ、結局その英語の文章も、まあ、言うたら内容を分からなあかんわけじゃないですか。ただただ単語テストみたいに英単語をババンバンバンって左から右に訳出していけて話の内容が分かるんやったら、もう全員英和辞典命がけで暗記したらもう全員英語長文できるようになるやん。やけど英単語2000語レベルの英単語とかを覚えたりとか、準1級レベルの総計レベルやったら英単語を覚えたりとか、そんなんをしてもなおなかなか英語長文の内容が分からない、結局何言ってたんやったっけ、ってなる理由って大きく分けて2つあって、1つが正ほんまの意味でちゃんと一文一文が訳せていないっていう風なところと、一文一文のつながり、つまり論理的に文章を読めていない。で、偏差値70を超えていく子って前者は大体できてること多いです、60ぐらいまで行くんだったらそれぐらいはできとかないといけないから。ただ僕が言ったこの論理的読解力、一文一文のつながり、今自分が読んだ箇所は1個前の文と言い換えの関係なのか、対比の関係なのか、それとも因果関係なのか、このマーカーがあるから前後逆転するやろうなとか、まあみんながよく知ってるところで言えば逆説が来たから大事な情報が来るのではないかとか、そういうふうなことを駆使しながら、結局こういうつながりやからここ言ってること一緒やん、ほんで次読んだとこ、あれ結局あんま話進んでないな、ここで問題提起出てきたってことは、一段落で言いたかったことってこの2文目と一番最終文のここだけやから結局こういう話をしたかったよねみたいな風に文章を読みつなげていく、訳すだけじゃなくて読みつなげていけるかどうかで、それが文章の内容を把握できるかどうかに直結するんですよ。ちょっと俺も喋っていいですか。はい、いいですか。はい、偏差値70、その一番理想、今井が言ってるロジカルに読むっていうのが一番理想なんだけど、偏差値70レベルの大学の英語長文でもう読めないのよ、むずすぎて。でもむずすぎて読めない中でどう裁くって見られてるめっちゃいい問題いっぱいあるよ。その日本語で読んでもむずいやん。でも問われてるところがちゃんとロジカルに解明していったらこれ答えになるに決まってるやん、読めないところ多くて、みたいな風になってる、めちゃくちゃ面白いもんね、いっぱい。その前段として偏差値60ぐらいの60代の大学の英文に関してはロジカルに読めるん前提みたいな、そこの話をね、してますよね。そうなんですよ、そこの先ってマジバケモンかよぐらいのやつありますからね、本当に。そうそうね、偏差値70を超えていくってなった時に全部訳せるわけないんですよ。訳せるわけない、そもそも求められてませんから、それ大学側から。そうね、一級レベルよね、はい、むしろその分からないやつが出てきた時にじゃあここをどういうふうに類推しますかとか、
ここ分からへんでしょあなたたち、でも次の段落のこの具体例の部分もの、ここの部分がちゃんと構文覚えてたり訳せたりすれば結局ここって分かるよね、つながり的にみたいな力が、そういう処理能力が求められてるんで、だから論理的な読解みたいな側面が解説されてる教材をうちが参考書ルートに入れてるのはそういう理由で、例えばマナビズムではオンライン各校舎で夏季特別講習を開催しています。6月30日までのお申し込みで4万9000円が2万円に。詳細は動画概要欄の URL をクリック。例えば特訓リーディングにしてもそう、ザ・ルールズにしてもそう、例えば他のマナビズムチャンネルで紹介してる他の教材やったらパラグラフリーディングのストラテジーとか、やっぱそういうふうなものを紹介している理由って、この能力もともと持ってる子もいれば持ってない子もおる中で、このもともと持ってる子の方が少ないのにもかかわらず、多くの人がとりあえず英単語やって文法やって解釈やって長文やりまくって、あとは問題の回答力さえ身につければ、先説問読んでリーズニング力さえ身につければみたいな、視力検査でウェバーってやっていけばみたいなあるけど、そもそも全部訳せる前提の話じゃないですからね、偏差値70を超え出したら。だからあの使う教材はぜひね、あのルートとかを見てくれたらいいんですけど、それだけじゃなくて、参考書がどうこうじゃなくて、自分がどんな力が今必要とされているのか、偏差値70を超えていくにあたってっていうところはちゃんと理解した上で、より英語長文やるときにそういう復習を入れたりとか、自分でこういう流れやったなみたいな、この段落の役割は全体でいうところの第一段落の具体化で、あ第三段落で話の転換があって、じゃあそれが第四段落でこうなって、第五段落に1から4までの全部まとめが来てるなみたいな、そういう森的な感覚、木じゃなくて森的な感覚だけど、木一本一本見てつなげていかないと、そんな森なんて形成できるわけないから、そこをねしっかりやっていくっていうのがやっぱ大事かなというふうには思いますね。ちょっとこのチャンネルの視聴者にはちょっとね、あの、はい、難易度が高すぎる内容かもしれないけど、うんうん、もしまあそういうふうに偏差値60代の大学から70代の大学に行くっていうところで、うん、1個おすすめする参考書があるとすれば、うん、やっておきたい線なんですよ、ね、うん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 、やっておきたい線なんてマーチカンカンと俺志望の子にやらせんでしょ。やらせないですね、絶対やらせない、絶対やらせない、700まででいいです。でも1000やりたいですよ、1000要約してほしいんですよ。1000要約できるんやったらマジで英文読めるようになってるから、うん、でもうそこまでいったら SVOC の解説なんて別に書いていらんから、はい、そのレベルまでいってたら、うん、こんな分かってくるし、うん、日本語訳見たら浮き上がってくるし、そんな、うん、だからそういうでじゃあそんな長くて難しい文章に対してどういうふうにロジカルに読む、そのロジカルに読む姿勢が結局文章の要約につながってくる。だから文章を要約するという姿勢ができれば結局おのずとロジカルに読めていけてることになるんで、そのレベルまでいくとやておき線めっちゃ良書になるんですよね。300、500、700ぐらいまでユーザーニーズが多いから、はい、他の参考書とかでも SVOC 振っててそっちの方が良かったりするんですけど、うん、やっておき線は他の代わりになる参考書あんまないんで、うん、だからそういうところで、まあ、ちょっとおすすめです。ただ今じゃないけど、はい、統計レベルでもマジで冬ぐらいの、話なんで、はい、でまあ、今偏差値70を超えていくためにって言いましたけど、まあ、やっぱこのチャンネルの視聴者層としてはもうそれ以下を目指している子も全然多いと思います。じゃあ偏差値60を超えていくために、50を超えていくために、今の自分の偏差値30やけど、40になるために、50になるためにっていうのをやっていこうと思ったら、やっぱりこれから迎えるこの受験の天王山である夏が一番大事です。もうはっきり言います、この夏の勉強法をミスってしまったら、あのもう受からへんかなってちょっとよぎってください。っていうのも、あの今うち夏季特別講習受け付けてるじゃないですか。でその夏季特別講習の一番最後の申し込み締め切りが7月31日なんですよ。でもうこの7月31日を皮切りに8月以降ってもううちのこう内部のいわゆるサービスを受けられる自習コンサルティングっていう1対1で毎週勉強計画を作るとか年間の計画からそれを基づいて月間週間に落とし込んでいくみたいな週1の面談やったりとかってもうみんなに受けてもらえる機会ないです。で一応冬にね映像授業そのみんなの志望校だけの対策ができる直前パックみたいなものはやるんですけども、ほんまこれが最後なんですよ。で僕らが7月31日を最後にしてる理由はめっちゃ簡単ですよ。それ以降に駆け込んで来られても助けられへんからなんですよ。だから夏が一番大事なんです。だからこの6月1日から夏季講習の申し込み受け付けてて、7月31日までの2ヶ月間申し込み受け付けてます。でその、まあ
申し込みの期間によって、料金が分かれる形になってて、今だったらこれ6月一応29を予定してるんですけど、うん、もう明日ですね、うん、明日までにお申し込みいただければ通常4万9000円が2万円になると。でこの時期ってあのみんな定期テストやから7月になったら申し込もうって思ってるかもしれへんけど、やっぱりあのもう早くこの6月中に申し込んでくれれば別に受講開始日はその定期明けとかでも全然いけるから。そうなんですよ、はい、申し込み日ベースです、うん、はい、だから例えば7月10日から受けたいですとか全然ありよ、明日に今日に申し込んでくれて。だからそういうのは融通全然聞かせてあげられるので、動画の概要欄に特設ページの URL 貼ってますから、そこから講座の詳細を確認して申し込むようにしてください。皆さんの申し込み待ってます。みんなのこと救えるんでね、ぜひ申し込んでください。以上です。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナリズムではですね、公式 LINE を用意します。その公式 LINE では君の志望校であったり今の実力っていうのを入力していくことによって、この参考書、この単語帳が最適ですよっていう風におすすめする英単語帳診断であったり、早慶、マーチ、カンカン、同率みたいな有名次第の傾向と対策はこうですよみたいな e-book、 次第攻略バイブルっていうのをプレゼントしてます。なんで興味ある方はぜひ LINE 登録よろしくお願いします。